やっと着いた。うん、あら、うん、永遠の果て。なるほど。なんと。ほう。ちょっと。やったぞ。あら、いいの。どうかしら。うん、の、まったく。おや、そんな。やれやれ。うん、何？うん、の、うん、うん。まったく。やっとだな。長かったぜ。でもこれで。ああ、楽しみだな。広場の方だ。どうしたのだ。何やら慌ただしいようだが。あ、ねえ、向こうから来るのって。いや、あんたたち、すまないことをした。スルドは見つからなかったろう。何があったか全部承知のようだな。ああ、あんたたちに伝えるのを見越した上で画勢を教えられたようだ。どうやら思っていたより俺はデダイムに嫌われていたらしい。何のためにそんなこと。大方、あんたたちに首を突っ込ませないのと俺に思い知らせるためだろうな。あんたたちがいない間に別の部隊がスルドを捕らえたという知らせがあった。いたのはまるで関係ない場所だったよ。そうか。だがよくスルドを捕らえられたな。味方の被害は。それが聞いた話じゃ、スルドは手下も連れずろくに抵抗しなかったそうだ。マスターコア、スルドのマスターコアは。すまないが詳しいことは聞かされていない。近く広場でデダイムが勝利宣言を行うんだが、俺はその間ずっと町の外で警備を仰せつかって今から出かけるところだ。スルドの処遇もそこで発表されるんだろう。よかったら俺の代わりに見届けてくれ。そしたらな。スルドが無抵抗で捕らえられる、そんなことがありえるの。知っての通り、よその事情には疎くてね。どうも気になるな。マスターコアのこともあるし、バイフォンの言う通り見届けた方が良さそうだ。それまではここに留まることにしよう。デダイムがスルドをどうするつもりか気になる。勝利宣言の時まで宿場で休もう。
これがみんな解放されたダナシンなのか。ああ、町はこんなありさまでも人はこうして生きている。スルドの処遇も決めるという話だった。実際のところどうするつもりなのだろうな。それは、あれが、ああ、スルド、アウメドラ・カイネリス。やめよ、憎しみからは何も生まれぬ、取り返しのつかないことに。これが裁きだというの？だから言ったではないか、憎しみからは何も生まれぬ。まさかダナの魔女か。あの時根絶やしにしたものと思うていたが、さては生き残りがいたか。おい、リベル！うるさい！私はこのためだけに生きてきたんだ。邪魔するなら
あんたも殺せ。お前、殺してやる。絶対殺してやる。連中みたいな顔で、あの女を殺させちゃダメだって。あの女がしたこと、あんたも見たじゃない。あれが許せるっていうの？そうだよな。俺、何やってんだろう。だけどやっぱダメだ。このままやっちまったら、きっと後悔する。だから、ごめん。ごめんな。ふざけないでよ。あんたなんかに。あんたなんかに！茶番は終わったかい？貴様！この何年にもわたり、わらわはひたすら研鑽に励んでまいった。お前の一族の知識も、益するところ大であった。せめてもの礼じゃ。その成果の一端を味わっておくれ。見上げる、それがわらわじゃ。ボロージロ！お前にぶっ飛ばされるのは慣れてるからな。今あいつを倒すことに集中しようぜ。ビールハイパー！ 行くぞ！ 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 行くぞ！
尻尾が厄介だな。ならば集中して狙ってみよう。クリームだ。あったないわ。危ない。こっちだよ。叩き潰す。炎よ行くよ。巻き込め。俺の真骨だ。大地の元へ行くぞ。ブレッジャー。火を蹴られてしまう。まとめて回復するわよ。発信を奪って炎よ。
逃げられた。リーメルは？なんだこれは。何があったんだ。バエフォン、あんた無事だったのか。ずっと町の外にいた。いきなり中が静かになったんで何事かと戻ってきたんだ。どうなってる。なぜ誰もいない。鋭いアウメドラの仕業だ。精霊力を一気に集めるためわざと捕まり人々を煽り立てた。デダイムもというより広場にいたほぼ全員が犠牲になった。デダイムもほぼ全員って、それじゃ漆黒の翼の仲間は。なんてことだ。いくら自分の領地だからといって人間にあんな真似ができるなんて。ケルザレクをそそのかしたのがアウメドラなら当然予想して叱るべきだった。ヘルガイの果実の効果をまずメナンシアで確かめてそれを用いたに違いない。初めから何もかもアウメドラの計略だったと。食料もあらかじめ細工しておいてから見つかるようにしたんだな。追いかけるんだ。ビエゾやガナベルトも立ちが悪かったがアウメドラはその日じゃない。しかもあいつは本当に逃げ出したんじゃない。このまま放っておくわけにはいかない。ああ許せないぜあいつは。私は分からないよ。憎むなって言われてもそれだけで生きてきたんだよ。じゃあどうしたらいいの。もしまたアウメドラと戦うことになったら私どんな顔して戦えばいいの。分からないよ。リンベル、あなたの痛みはあなたにしかわからない。変わってあげることもできない。憎しみを支えにするというならそれもいい。憎しみは力をくれる。でもアウメドラを倒せたとして敵討ちが果たせたとして、それであなたはどうするの。差し違えようというわけでないならあなたはその後も生きる。その時あなたは何を支えに生きていくつもり。そんなこと急に言われたって。本当にそこがあなたの終着点なのか、本当に他に何もないのかどうか少し考えてみたらどう。そうだな。俺もリンウェルの苦しみが分かるとは言わない。だがシオンの言う通りちょっと立ち止まって考えてみてもいいと思う。どうしても辛いならここで待っていてもいい。ダメだよ。どうしていいか分からないけど私のいないところでアウメドラとみんなが戦うなんてそれだけはダメ。私も一緒に行く。追いかけながら考えるよどうするべきかを。しかしアウメドラを追うといってもただ闇雲にというわけにはいかないぞ。
バイフォン殿、何か心当たりはないだろうか。確証はないが、ここから西の海辺の断崖に地下の港がある。そこで何年も前から第二の城と噂される船をアウメドラは作らせていた。当時は何のためか分からなかったが、あるいは。なるほど。自ら主婦を滅ぼさせたくらいだ。元より国を捨てるつもりなのかもしれんな。分かった、急ごう。何をするつもりだ。どうせろくでもねえことだろ。今度は止める。地獄を編み上げるなどと、それもあんな楽しげに。あの女にとって他の命の重さはないも同然らしい。倒さなければならない相手には違いないけど、これほどの剣を覚えたことはなかったわ。ああ、許せねえぜあの女。地下の港だったな。急ごう。リムエル、行けるか。私たちずっと隠れて暮らしてた。でもある日見つかって襲われて、私だけ父さんたちが隠してくれたおかげで助かって、でも他のみんなは殺されて、煙の中で鋭の紋章が輝くのだけが見えて、それでそれがアウメドラだったんだな。つらかったな。それほどダナの魔法使いが脅威だったのでしょうか。わざわざ縄張りを犯して隣国に出向くほどにか。いや、むしろその知識と技目当てのことだろう。それもただ己の力を高めるために。あれはそういう女だ。そういえばあの召喚した怪物もそれで作ったような口ぶりだったわね。怪物、ダナ人なのに魔法が使える私も怪物みたいなものなのかな。リウェル、怪物が悩んだりするかよバカ。俺はお前を止めたけど、それでも悪いのはあの女でお前じゃないだろ。ロウ、you
そう。装備は見直し。備えあればというが、お金の備えが。まずまずだ。
さあ、目的地に着いたわよ。傷はないな。この辺りも遺跡だらけだ。かつては人々でにぎわう大きな町だったんだろうな。そんな場所もスルドブリガにおいては精霊力問題なさそうな相手だな。光を裏に出さない。マジンだ。この前に裏に出てこれだ。この前に出らっしゃい。これの収穫か。水並みに速そうだね。火の精霊力足止めは任せたまえ。なあ、拳を温めとくぜ。はる、よし、盾も鎧も傷はないな。はる、はる、はる、
はるほほ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 ほアウメドラが戦ったんだろうか。どうかな。ここの荒廃は主に時間によるもののようだ。破壊の跡があったとしても300年前のものだ。それ以来住むのはズーグルだけか。これでみんなの力になれるかな。さっさと片付けましょう。そこまでだ。早くの前に裏抜け。手の前に手の前に手の前こうも飛び回られてはな。分かってるわ。バカストンと ひとまずの決着はついたか。まだまだ戦いは続くんだな。
射しないわよ。守りが固いな。致命傷になりかねない。それを防ぐのが私の役目だ。まとめて回復するわよ。アクチンを切り開く。はぁ、支援症かい。アクチンを奪っ、ご感の強いよ。新たな戦術を受け継ぐ氷の槍を任せたまえ。フリーズランド。とどめだ。ジェネシック俺オーラム。どこだ。炎の前にエアスラッシュ。やれるぞ。こっちこっち。パンダー。力の差も測れなかったのね。ねえねえ、あそこなんかどう？そうだな、狙ってみるか。釣りの秘訣は平常心だ。これは期待できそうだ。なかなか珍しいのが釣れたな。ダナの魚もいろいろいるのだな。
まあこんなものか。やった、釣れたね。